脱出まであとアウト2つ。152キロ、はい、これいいところのコースですよね、はい、今までのスタイルでは真ん中高めですよね、はい、甘いところをその力で抑え込んできたっていう感じのアウトの取り方だったんですけれどもね、はい、矢野がよく中腰でね要求したというボールもありました、はいはい、さあでこれ昨日粘った矢野ですよ。結果的には打ち取られたんですが、8回の裏に藤川から9球粘って、はい、最後はいい当たりのレフトフライ、まあ、何かあそこでこう藤川がかなりこうエネルギーを使ったかなというのはね、はい、でその後9回に捕まるわけですが、だからなんかこう、藤川になるとその1イニングだけバッター 4,5 人ですかね、だけならば本当に素晴らしい球がいくけども、それを過ぎると、はい、途端にこう力がなくなってしまう、ね、あるいは2人をまたぐと、はい、その間に休みが入ると投げれないというね、そういうところ今まででも あることはあったんですけれどもね。あ、変化球から入ってきました。もう明らかに変わってますよね、ピッチングスタイルが ね、はい、そのストレートを生かすための変化球というね、ただただもう分かってても、俺はストレートで押すんだっていうようなピッチングと昨日と今日は違いますよね、昨日のあの負け、藤川自身はそれほどこう試合後のコメントを聞く限りは引きずった感じはありませんでしたけど、ただ自分のスタイルをちょっとまたこう変える一つのきっかけになってもしれませんね、変えると言いましょうか、そのそうですよね、見直すと言いましょうかね、はい、あ、変化球です。ここで今のはもう今までで、はい、考えられない球ですよね、配球的にね、コースはものすごく甘いんですが、甘いですけども矢野の頭の中にあのボールがないんですね、ないんですよね、あ、だから手が出ない、今までだったらもうストレートオンリーだったんですけれどもね、だから昨日タイムに打たれた谷ですか、はい、谷もそうですよ ね、はい、谷もストレート、それから仁岡もそうでしたね、はい、でそういうの変わってくると、今度この次に投げるストレートっていうのはうんと変わってくるんですよね。つまりその前に投げたカーブっていうのが、はい、この次の投げる球を速く見せてるというね、これがピッチングだと思うんですよね。あと矢野は時折こう中腰で高めのボールを要求することができます、はい、可能の場合は低めですね、ストレートの、ね、はい、要求が、まあ、今はいいですよ、はい、今度はねここは高めでもいいわけですから、カウントを追い込んでるわけですからね、はい、あ、ここで腰を浮かす、はい、あ、でもしかし低めに構える、あくまで可能は低め、ボールは高めに行きましたけども、可能の要求は、はい、これちょっと矢野とは違いますね。インサイドのストレートいってるのも力負けしないものがあると思いますんでね、インサイドでドーンといってもいいなと思うんですよね。これこのカウントからまた変化球を使うことは考えられますか。あ、まあ、そうですね、可能の場合になればフォークボールがフォークボールも投げれるわけですからね、はい、ではまっすぐで押したいところでしょうが、落とした、バットはまた矢野さん、シンプルアウト、矢野もびっくりでしょう、そうですね、カーブですね、はい、だから普通ならこう絶対掘らない球ですよね、これがその加納のリードでその通り、藤川が納得してやってるのか、藤川がいやそうじゃなくてその球だっていう風に変えていったのかね、はい、まあ、それは後聞いてみないと分かりませんけれども、甲子園に久しぶりにあと1人コール、タイガース連敗脱出まであとアウト1つ、しかし一発のある高橋由伸、さあこの高橋にどういくか、まず速いボール、だからそのピッチングの難しさっていうのはね、昨日より打たれた、はい、で逆にこの今日変化球多いですよね、はい、でその変化球を打たれたときに今度はピッチングされてどちらを決めかれるかっていうね、投げるのを決めるかっていうので、またそのピッチングの難しさ、アウト1つを取る
対策というのは藤川が感じ取ると思うんですよね。落とした。今日はこのボールが有効です。だからノーストライクワンボールは、もう昨日と全然違う、ね、昨日と違うじゃなくて、はい、これまでの藤川とは全然違う配球をしてますよね。ボールが先行する形で変化球を使うってことはほとんど考えられない、まあ、変化球自体が少ないんですけれども なかったですからね。使い方を考えてもボールは少しこれまでとは違うスタイル。今フォークですかね。これもフォークボールですね。ここまで変化球の多い藤川を見るのも大変珍しいことです。最近の藤川のね、いわゆる JFK という形が確立されてからの藤川としては非常に珍しい今日はスタイル。しかしそれがいい形でここまでは来ています。タイガース勝ちました。やっと勝ちました。いやー